先ほどアイリンさんとクロストークをした時に10連休有給を使うといった方がいらっしゃるということで、10連休やったら何をしますかといった話をしたんですけれども、もう夢すぎて何も思い浮かびませんでした。なんだろう、こう現実感のないお話でして、10連休あるんだったら私は何をするんだろうと思ったんですけど、この時期ということで、遠出があんまりしないかなと思って、ゲームをするんだろうなっていう結論になりましたね。困りますね。いや、10連休あったら一つの作品もうゲームコンプリートしそうですよね。ね、いけますよね、絶対。10連休ですと、あ、いいですね。10連休あるので、翌日のこう起床時間を気にしなくてもいい素晴らしさですよね。私も10連休ですといった方もいらっしゃいます。10連休って珍しいことじゃないですか。ねえ、私は現実感が全くないんですけれども、結構10連休の方もいらっしゃる。仕事ですと、お疲れ様です、一緒に頑張っていきましょう。ゴールデンウィークのお天気も番組でお届けしていきますので、ぜひご覧いただきたいと思います。私もウェザーニュース3枚になりそうと。お、ありがとうございます。素敵なゴールデンウィークをぜひ番組とともに過ごしていただければと思います。10連休あったらご実家に帰られたらご飯も自動に出てくる感じですか。私も戻りたいですよ。戻って、もちろんスイッチを持ってきて、持ち歩いて、実家でご飯を待ちながらゲームをしたいっていう気持ち、正直な気持ちであります。もちろんお手伝いもしますよ。ただ今まで頑張ってきたご褒美で自分でもこうゲームをする時間を作りたいなって。スプラ3が出るんですよ。スプラ2の新しい新作が出るので、それに向けて腕前を上げたいなと今思っていて、はい、スタートダッシュが大事なので、まずは今持っているスプラトゥーンの腕前を上げたいんですけれども、スプラトゥーンあんまり得意ではないので、ちょっと頑張って腕前を上げたい気持ちであります。実家に行ったらダメになる？いや、でもいいじゃないですか。ご家族の方々の時間を大事にしてゴールデンウィーク過ごしていただきたいと思います。私も腕前上げるように頑張ります。趣旨が違いますか。いかにして、ね、スキルを上げるかといったテーマになりそうですけれども。ぜひ皆さんもゴールデンウィークの過ごし方ですね、どんなスタイルが理想か教えていただければと思います。私も参考にさせていただきます。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。今日は22日ですからね、猫ちゃんリポートをご紹介していきますね。にゃん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 。リンゴキュン。